E aí, pessoal, beleza? E galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu gostaria de trazer para vocês uma gameplay de Dark Souls 3 que rolou essa semana em uma livestream no Japão, mostrando as classes Cavaleiro e Clérigo. É a primeira vez que vemos essas duas classes em ação aqui em Dark Souls 3. As animações dos personagens estão bem diferentes, parecem bem melhor do que nos jogos anteriores. O áudio do vídeo está em japonês, mas o que importa é a gameplay. Os cenários e o aspecto sombrio do jogo me lembrou muito Bloodborne. Eu acho que realmente a From Software tentou unir o mundo Souls com Bloodborne, pegando todos os aspectos positivos que deram certo em Bloodborne e trazendo aqui para Dark Souls 3. O meu hype está muito grande, eu acho que esse jogo vai ser uma obra-prima. Vendo pelos trailers e gameplays, nós podemos notar que realmente eles uniram o mundo Souls com Bloodborne e isso deu Dark Souls 3. Com certeza eu vou trazer muito conteúdo do jogo aqui para o canal, séries, dicas, tudo que der eu vou trazer. E não se esqueçam de deixar a opinião de vocês aí nos comentários. Dark Souls 3 chega às lojas no dia 12 de abril para PS4, Xbox One e PC. ちょっともう少しだけ進ませてください。ですね。ここに盾持ちがいるので、この盾をうまくすると盾をこう崩せるような感じになりまして。さて、お構えください。なんか縦を外した瞬間に当てちゃいましたね。ごめんなさい。もう少し進んでみましょう。この辺はネットワークテストで、おなじみのところかもしれないですね。こういう敵ですね。こういう敵は縦を外すことができるので、まあ、縦を構える敵に対して、攻撃することができますよ。この辺は、今店頭で配布している、パンフレットの方でもご覧いただくことができますので、よかったらこちらも合わせてご覧ください。こんな感じで縦を外して、倒すことができますよという感じですね。で、他にも、この、キャラクターいくつか武器を持っておりまして、ちょっと戦技のゲージがなくなってきたので、回復しますね。戻りますね。何が見たいですかねっていうので、さっきの話だと我慢ね、このキャラじゃないから順番的に後かな。回転はい、じゃあ回転しましょうか。じゃあ一旦ちょっとこっちの方に画面を戻していただいてもいいですか。ちょっとキャラを変えます。いわゆる極剣と呼ばれるものですね。これ両手持ちにして、L2 を押すと回転します。回転します。回転技、はい、まあ回転ですねっていうまあこれだけなんですけど、ここから、攻撃をつなげることでさらに新しい動きになるというところで、私アクションでこういうの練習しました。やべえ、かっこいい。これかけめっちゃかっこいい。こういうような、まあ、流れるような攻撃をしますと、これできるようになるというような、なんか最初の回転は地味みたいなね話ですけど、この回転で力を回転をかけてさらに回転するみたいな。ちょっと今これ武器が弱いんでなかなか攻撃が出ないかもしれないですけども、うわーかっこいい、というような。ただミートした、そうですね。ちょっと今ゲージがなくなってきたのですごく弱くなっちゃいました。まあこういうような、回転技が使えますよと。青ゲージなくても、青ゲージなくても、はい、使えますけどすごく弱くなっちゃうので。弱くなるのね、だいぶ。おお、
調子乗ってると真相かもしれないですね。わお。おお。攻めてくるね。すごい攻めてきますね。とまあまあこんな感じで、両手持ちをして、回転をしてさらに R2 をつなげることで。こういうようなちょっとさらに回転することができるというようなものが極拳になりますと。かっこいい。じゃあ次またお見せしましょうか。じゃあ一回こっちに戻していただいて、はい、じゃあこちらの映像をご覧ください。見えてますかね。バスタードソードになります。こちらは、踏み込みというような、技になってます。まあ前に先週お話したちょっと我慢にちょっと近いんですけども、相手の懐に大きく踏み込んで、敵の攻撃に耐えながら、攻撃を繰り出すことができるということで、ちょっと一回どう踏み込むかというのをやってみましょうか。まあいわゆる普通に踏み込みますよ。はい。はい。ん？はい、踏み込んでますよ。だからこれが踏み込みですね。踏み込んでますだから踏み込んでますよ。うんって、あ、来たね。で踏み込みながら攻撃をつなげることで、敵の攻撃に耐えながら、おこれは勝ち上げというような、踏み込んで振り上げるみたいな感じの技ですね。耐えて吹き飛ばした。ちょっとなくなったので、じゃあもう一回何体か戦ってみましょう。敵の攻撃に耐えてるところをぜひご覧ください。攻撃されなかったね。おー、こっちにしましょう。崩された。ちょっとだけ早かったですね。ちょっと僕が下手ですね。相手の攻撃を待ってたんですけど、ちょっとあまりうまく来てくんないっていう。タイミング重要ね。まあそうですね、タイミング。ちょっと今このね装備がどっしりになってるんで、あ、なんかこっち持っちゃった。あ、すごい下手くそだ。やばいやばい、なんかダメなことになってる。ダメなことになってるよ。何発か耐えてるけど。おお、すごい魅力があるように映ってないですね今。あちょっと一回なくなったので、ちょっとはい、すいません。これ今度数になってるのはちょっとパラメータが足りないものをちょっと持ってきちゃったのでなってます、すいません。なるほど、こんな感じです。おー、ほんと耐えた。耐えましたね。耐えた。敵の攻撃に対してひるまずに、攻撃を繰り出すことができますよと。すいません、ちょっと僕が失敗したくですね。あ、死んだった。まあ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 、こんな感じで伝令になります。伝令、はい。これもメイスの、戦技が我慢ということで、両手持ちにした状態でこう使うと今ちょっと白くなりましたけども、この状態で我慢をしている状態は、うん、我慢してますよ。うん、何我慢してます。どれ我慢してるんですね。ゴロマル、ゴロマル、あーぽい。まあ我慢をしている状態の時に、敵の攻撃を食らってもひるまずに、できますので、まあ、この状態で、敵をさらに殴り続けることができるという、例えばこうやって、おー、このままそれはいいですね、はい、っていうような感じに使えます。光ってる間我慢、そうですね、が効いていると。そうですね、
そういう形になります。ちょっとこいつは邪魔なので、このキャラはちょっと倒して、この先のちょっと騎士で我慢しながら戦うというのをやってみたいと思います。お、またなんか僕がうまくいかないとまた使えないみたいなねちょっと怖いんですけど、なかなか緊張しますね。緊張、今日なんかね、緊張しますね。なかなか、おおお、ほんとだ、おお、耐えましたよね、うん、すごいぞ。あ、しまった。あちょっと、もう一回行きましょうか。ちょっとなかなかさっきのワンと感覚がいきなり違うのでなかなか慣れないところがありますが、はい、じゃあまた戦ってみましょう。あ、一応、いや、もうすぐ来ると思います。すごいリアルな鳴き声ですね。叫び声、叫び声、叫び声がすごい。だいぶ耐えた、うん、まあ攻撃は食らうんですけどね、ダメージは。あ、うん、というような感じで、ボルト力上がってる。まあ、いわゆる防御力というよりは、まあ、スーパーアーマーが効いているので、攻撃が崩されないんですね。なのでそのまま、敵の攻撃を受けながらもバリッと敵に攻撃を当てられるので、